タワラヤ・ソ風神大神図・リ派とは、桃山時代後期に起こり近代まで活躍した、同系向の表現手法を用いる造形芸術上の、流派、または、美術家、工芸家らやその作品を指す名称である。本阿弥光悦と、タワラヤ・ソが創始し、小形光琳、賢山兄弟によって発展、堺井法一、鈴木その一ガイドに定着させた。 大和への伝統を基盤として、豊かな装飾性、デザイン性を持ち、絵画を中心として、書や工芸を統括する、総合性、家系ではなく、思宿による、断続的な継承、などが特質として挙げられる。光輪が創達に、法逸が光輪にそれぞれ傾倒し、その影響を受けている。仮の葉や演算、四条派といった他の江戸時代の流派は、 模写を通じて直接詩から画技を学んだのに対し、リンパでは、時間や場所、身分が遠く離れた人々によって受け継がれたのは、他に類を見ない特色である。同じような主題や図用、独特の技法を、意識的に選択、踏襲することで流派のアイデンティティを保持する一方で、エ種シ独自の発見と解釈が加わり再構成される、ことで、単なるコピーやエビ合年ではない。 新たな芸術を生み出した。かつては、尾形光琳、剣山とその作風を継承した、堺法一らを一つのグループとみなし、光輪派と呼んだり、その先駆者と考えられる、俵屋宗達、本阿弥光悦らを含めて、宗達密琳派と呼んでいた。現在は、ン派という故障が一般的である。背景に、金銀箔を用いたり、大胆な構図、 型紙のパターンを用いた繰り返し、垂らし込みの技法などに特色が見られる。題材は花木、草花多いが物語絵を中心とする人物画や鳥獣、山水、風月に若干の物画を扱った作品もある。小型光輪紅白梅図屏風部林派はヨーロッパの印象派や現代の日本画デザインにも大きな影響を与えている。風人来人図は 多くの画家によって描かれ、それぞれの作品はよく比較の対象にされる。2004年に東京国立近代美術館で開催されたリンパリンパ展では、明治以降の日本画の作品なほか、クリムトやウォーホルの作品にもリンパ的なものが見られるとされた。ありがとうございます。